私はこの展覧会ディソナンスのキュレーターを務めております成塚弘子と申します。この度はお忙しい中、ローラン・パングラティ氏による展覧会にお越しくださいまして、アーティストともども心から感謝申し上げます。昨年ローラン・パングラティ氏は2ヶ月間日本に滞在し、さまざまな日本の伝統文化や芸術に触れることにより、彼の豊かな感性は刺激されました。その中でも彼を魅了したのが日本画でした。日本画とは日本で発展した千数百年の歴史を持った伝統様式の絵画です。伝統的な顔料や紙、絹を用いて西洋画とは違う技法で描きます。この展覧会で一番の大作は12枚のパネルからなる壮大なスケールの絵画です。この絵画には日本を象徴する朝日、富士山、桜、また日本列島、国宝曜変天目茶碗が描かれております。この彼の芸術作品を通して皆様に彼の日本画に対する熱い情熱を感じていただけると私は確信しております。そして彼の作品から日本の芸術、そして日本という国を知ってもらえたら私は大変幸せでございます。私は展覧会ディソナンスの世界と皆様が共鳴してくださることを願っております。私は心から皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。展覧会ディソナンスキュレーター成塚弘子。